はお忙しい中、このようにたくさんのメディアの方にお集まりいただいて、もう一度いきます、すいません。本日はお忙しい中、このようにたくさんのメディアの方にお集まりいただいて本当にありがとうございます。そして、皆様にまずお伝えしたいのが、騒動発覚時に、記者会見をする、というような旨をお知らせしていたにもかかわらず、ここまで遅くなってしまったこと、本当に申し訳ありません。そして、今まで、私を応援してきてくださった、皆様、そして、関係者の皆様、何よりも、今回このような騒動に巻き込んでしまった、仲間の、友人の皆様、改めて本当に申し訳ありませんでした。まず、説明させていただきたいのが、ここまで記者会見を、開くことが遅くなってしまった理由なんですけども、騒動発覚時に、いち早く、自分の言葉で皆様にお伝えしたかったのですが、詐欺の可能性が、高いのかもっていうところから始まり、でそのためにはもう少し、詳細に調査をしないとダメだという弁護士先生の意見もありました。そして、もう一つが、被害に遭った、仲間であったりとか、また、僕とは直接関わりないんですけども被害に遭っている方っていうのがいらっしゃることも、その時に、続々と判明しだしたんですけども、そういった方たちからも今記者会見をやめてくれと、というのもその当時、1人の方は特に連絡が取れていない状況になってしまっていました。で会見を開くことによって何かしら刺激になって、より、悪い状況になってしまうのを、避けたいという、気持ちも僕のもとに届けていただき、いろんな意見がある中で、僕一人の気持ちだけでは、こうやって公に動くのはどうかと思い、今日まで控えてきました。遅くなりました。本当によろしくお願いします。はい、まずはですね、すいません、ちょっと漏れなくちゃんと喋らないといけないと思っていることがあるので、手に持たせていただきます。まずですね、ことの経緯を、説明させていただきます。座っても大丈夫ですか。じゃあではすいません、座らせていただきます。よろしくお願いします。まず事の経緯を説明させていただきます。私が、2017年にですね、仮想通貨に興味を持ち、一言で言うとハマってしまいました。でその時に、最初、幾分かのお金を、投入して、それがこう増える様っていうのを目の当たりにして、そういうのが人生で初めての経験だったもので、すごく面白いと思ってしまい、どんどんのめり込んだんですけど、その後に、いわゆるこの暴落っていうことも初めて経験し、でそこでどん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 資金が失われていくっていうのに焦り、見よう見まねで、ネットで調べた程度の知識でトレードっていうのを始めたんですね。でその時に仮想通貨に同じく興味を持っている、仲間がこうでき始め、定期的に意見交換のようなことをしながらお酒を飲むみたいな集まりを開いたり、それが一つじゃなくて、また、東京は東京で、大阪ではそういう仲間がいてとかっていうふうな、ことになっていくのですが、でその中でトレードっていうのに今度は興味を持って、でトレードをしっかり勉強したいって思ってる時に、じゃあトレードに、長けている、若者がいるから紹介するよって知人から言われ、で、仮に A とします、 FX トレーダーなんですが、その A を紹介してもらい、そこからトレードを教えてもらうという日々が、数ヶ月始まりました。で、その流れで、とは言いつつも自分で、トレードするっていうのがまだなんか、
自信がなくて、でお金を、預けるから、なんとか増やしてくれっていうようなことをしました。でその時はその A からお金を出してくださいよって言われたわけじゃなくて、任せたっていう感じでした。でその時に、まあ、いろんなその普段そういう話をしてる仲間友人に、俺こんなことしてんね、 FX のトレードでお金預けてんとかって、こんな感じで、なんか増えるみたいやねみたいなことを、まあまあ、言って、まあ結果的に興味を持たせてしまったっていうところがまず僕の中で一つ大きな過ちなんですが、それで、まあ、常に僕は自分が無知なのに今考えたらなんかこんだけ調べてこうやでっていうようなことをよくこう自慢げに喋ってた立場でもあったので、じゃあそういうんだったら俺もやってみようかなっていうような、仲間たちが出てきて、で、一緒に、やる、紹介してトレードを預けるっていうことが始まりました。で、それはもう僕が紹介したと言っても、いいと思います。はい。で、そこの時に、まあ合計結果的に10人、仲間うち、そこで全員友人です。で、トータル1億7000万ほどを預けることになりまして、で、それで、まあ、頑張って増やしてもらおうみたいな感じで進んだのはいいんですが、何ヶ月か経って急に、その A と連絡が取れないっていう、事態になり、そこでさあどうしようっていうことがまず勃発しました。はい。で、実はその前から少しやっぱり預けてるのが不安だな、たまに連絡 A と取ってる時にちょっとなんか言ってることがちょこちょこ変わるなっていうことを感じてたので、ただでもやっぱり預けてる手前頑張ってほしいのでちょっと疑念を持ってるっていうのは、全く態度には出さずに、でもトレードがうまくいってますっていう風な報告を受けてたので、じゃあって思って自分の中でも保険ですね、担保というか、もし何かあった時のためにと思って、その、まあ、戻せる分というか、今受け取れる分のお金だけちょっと渡してくれへんかっていうふうに言って、何回か分けてトータル6000万、返却というか手元に戻ってきました。で、その直後に連絡がつかなくなって、まあ、FX トレードの方で言ったら1億1000万、程度、が宙に浮いたまま連絡が取れなくなり、で、僕がそのどうしようと、ね、みんなで説明した時にこんなことになってしまった、じゃあ連絡取れるようにちょっと、みんなで協力体制していろんな情報集めようみたいな日々が始まったんですけど、そんな中で、次仮に B とします。まあ、みんなで被害に遭ってる、人たちに話聞こうっていう時に僕が声かけたわけではなく、直接この B が A に同じく FX で、やってよっていうことでお金を預けてたんだよっていうのを B から聞きまして、連絡がありまして、あ、そうだったんだっていう話になって、この B というのは、もともと10年来の友人で、まあ、後輩で、すごくプライベートでも食事に行ったりとか、定期的に会うような仲だったんですけど、実は彼はある時期から不動産投資をして、なんかうまくいってる、っていうような噂は聞いてました。ただ本人とはそういう話はその時にしたことはなかったんですね。でただ噂では聞いてて、で僕後輩なんで、なんかちょっと儲けさせてよみたいなことをこう言いたくなかったっていうのがあったんで、そういう話は一切なしでそこまで来てたんですね。でその当時実は自分もこれだけ、A にやられましたっていうようなことを聞いて、でその際に自分は勉強代だと思いますと、でだから木本さん僕は不動産やってて、実は、こういうすごい方がいらっしゃって、その方は、その方しか触れない土地っていうのがあって、で、それがどういう土地かっていうのは一切木本さんにも言えないんですけど、
まあ、買い手も決まってて1ヶ月後には、かなり、いい利回りになるというような話を聞き、だからそれに木本さん今ある分だけでも、僕に任せてくれたらなんとかその FX の損失っていうところを、協力できるから木本さんどうだっていう話になって、で本当に今考えたらバカな話っていうのはもう重々今は承知していますが、藁にもすがる気持ちだったんで、で10年来の友人だったっていうこともあり、まあ、彼に何かしら騙されたっていうこともなかったので助けてもらおうという気持ちで助けてくれっていうことで、その時にいくばくかちょっとお金を預けて、で、こういうふうにして少し利益出たらとりあえずみんなに先にFX で被害やった仲間たちにこれでなんとかちょっとみんなに先に大弁済して状況を前に進ませるからっていう説明をしたんですね。でその時に、新たに不動産だったらじゃあもう一回乗っかってみようかなっていう仲間も出てきて、で、また別で、FX とは関係ないんですけど FX の被害の相談をしてた方がいらっしゃって、この方に、ちょっとこういう不動産の話があってここに投資しようかなってこれなんとか助けてもらおうかな思ってるんですって言ったら、じゃあ自分も不動産だったらやるよっていうことで、まあかなり大きな額を出されて、で、合計、不動産の方は僕含め、4人、4名の方が、そこにお金を出しました。で、それから、まあ、1ヶ月後って聞いてたんですけども1ヶ月後に、実は木本さんとその B から連絡があり、予定通りに、運用が始まっていませんと、なのでもう1ヶ月待ってくださいって言われまして、そうかってなって、でみんなと相談、お伝えしたところ待とうっていうことになって、じゃあ来月頼むなって言って、で翌月になりました。で翌月になったらまた、同様な、理由でまだ進んでないっていうことなんで、そうなんやということで、もう1ヶ月待ってくれっていうことでもう1ヶ月待ちました。でもう1ヶ月待ったんですけど、また同じような展開だったんで、ちょっとそこで僕は不安になって、じゃあもう今回のこの運用っていうのはもうやめるよと、だからもう、なかったことにして戻してくれっていうふうな話したら、いやそういう会長にも、お金を預けてるので、戻せないと、でそういうことをすると、僕が信頼を失って今後、同じようなことをさせてもらえなくなるので、それは丸々を無理なので僕がなんとか自分の資産とか、できる範囲の部分で返せる分は返しますと、で後で総裁させてくださいっていうことだったんで、本当は頼むわって言って、で彼が一応かけずに回ったっていう表現はされましたが、何回かに分けて計、1億6000万円は戻してもらいました。あちなみにこの不動産の時は、5億強、集まりましたお金が、そのうちの1億6000万っていうのが、戻されました。で、その直後に、その B と連絡が取れなくなってしまったという形で、その当時、彼が依頼した弁護士の方から内容証明が届きまして、ちょうどその日が、木本さんに、お金、戻せる日だっていう約束してた日に、届きました。で返済の意思はあるが今のところうまいこと言っていないので、必ず払うので待ってほしいというような内容の内容証明でした。でそこから、本人に連絡したらもう全く連絡がつかなくなり、そういうその日々がさらに悪化して始まるっていう状況になりました。これがまあ本当にすいません、時間の都合もあり簡略化してお伝えすることになってしまいますが、経緯でございます。で、今の状況なんですが、その FX トレーダーの A、そっちで、まあ、被害という表現させていただきます、失ってしまう宙に浮いてしまったお金の分に関しては当時、まずあちょっと待ちます、緊急車待ちます、緊急車待った方がいいですよね、すいません、はい、すいません、
で、当時、これは当時というのは夏ですね、騒動発覚時、この少し前から、FX の分の残り1億1000万っていうのを、まあ、とにかくあの手この手で、先にみんなに、手元に戻さないとというふうに、動いてました。というのも、なぜそういう動きをしてたかというのはもう一言正直に言って世に、そのことがバレてしまうのが怖かったからです。お金を戻すという意思を伝えたりお金を実際に少しでも、たとえ自分の身を削ってでも、手元に戻していってるっていう行為をしていないとどこから話が漏れて、メディアの方に伝わってしまうのかっていう恐怖心、この一心でした。で、もう一つ、同じく責任、本当にその責任も感じていました。なので、とにかく可能な範囲で、みんなのところに先にお金を少しでも戻したい。で、僕はこの A と、どれだけ時間かかってでも、戦って探して、いつか必ずお金を戻してしまうんだ、戻してもらうんだっていう覚悟を持っていましたし、ということで、まあ、自分の、資産と言ったら大げさなんですが、まあ、貯金であったりとか、お金に換えれるものは全て、お金にし、引き出しそれを返済にあって、でそんな中家族の協力も得てそれも返済に回させていただき、でこんな僕でも、その騒動の中で、まあ、一緒に、お金をこう預ける形になってしまった仲間の中から、これ大ごとになったらあれなのでということで協力するよということで、力を貸していただいた方もあり、夏の騒動発覚時の時にはこの FX トレードの方の、宙に浮いた金額っていうのは、解決というか、その時にはみんなの手元にお金を戻っていました。で、それから、月日が経ち、秋ぐらいに、まあというのも騒動が発覚した直後ぐらいからきちんとこの A の、代理人弁護士の方から連絡が入り、すごくこう当時は返済計画を聞いてもちょっといやそれじゃちょっと何ともならへんしっていうようなやり取りはしてたんですけども、まあかなり反省の気持ちも伝えてくれて、努力してくれたのか、まあこういう形で返済していきますっていうことで合意書を巻き返済が始まりました。でその返済が始まったことがまず一つ、自分の中で、救いになったんですが、その返済が始まったのが秋口ですね、9月、から始まっています。はい。で、その返済が始まる中もちろんその不動産の方こちらの方も皆さんに手元のお金が戻るように僕は、なんとか努力してますって言いながらもこちらもその、秋に、実は連絡つかなかったこの B から連絡が来るようになりまして、で、まあ、状況なぜそういうことをしてしまったかっていう説明と謝罪とで返済の計画っていうのが、長文で届きました。でそこから僕がいろんな聞きたいことを投げかけても、ちゃんと返事が返ってき、で毎月月末には状況を必ずお伝えしますということで今のところ1日も遅れずに、連絡をもらえてます。はい。で、こちらの方がまあ詳細はすいませんお伝えできないんですが、今のところしっかりとした返済計画っていうのは、しっかりと、言われております。そして、毎月、変わりなくそこに向かって今進んでいますという報告も受けています。で、不動産の方でお金が戻ってこないとダメなその被害あった面々にはそのことはもちろん共有していますし皆さん、のところにも届いていますし、で、それを待とうよという、意識で今待っているんですが、でもそんな中でもやっぱり僕責任感じてるので、あのもしこれが返ってこなかったら僕必ず、自分で代弁済して皆さんの手元に何年かかってでもお返しするんでっていうふうに伝えたらもう本当に忍びないんですが、中にはご自身の口からはっきりといやもうここまで戻ってきてるからあとはもう投資だし、自己責任っていう風な捉え方をするよと、だからもうこの返済返ってこなかったらもうそれ以上、こっちはもういいよっていう形で辞退してくださった方もいらっしゃって、
まあ、それが本当に大きな救いになったのが正直なところです。で、その、A から返済が始まり、 B からは、返済計画伝えられ、で、辞退してくださった方もいらっしゃりっていう、この、まあ、3つの要素が、揃い、で12月の年末、に、まあ、全員皆さんに仕事本当に復帰したらどうと、とにかく仕事復帰して前に進まないと、まあ、収入も生まれないし、それはもう応援させてよっていうふうに本当に言っていただいて、で、よし、じゃあ年が明けて1月になんとか会見を開いて皆さんに説明してもう一回頑張っていこうかっていうふうに至りました。はい、そして今日開催できたというのが現状でございます。で、一部、例えば、ね、あのこういう話なので、まあ僕が主となってお金を集めて、それをなんか、まあ、A とか B とか言っていますが、そういう人たちと運用してた側じゃないかとか、で僕が手数料とか受け取って商売としてやってたんじゃないかっていうふうに捉えられている方、捉えてる方もたくさんいらっしゃるのはもう本当に、把握しております。でもそれだけは、していませんということは、否定させてください。はい、そのようなことは一切しておりません。はい、ということで、もう本当に今回自分の反省点としては、もうとにかく事の経緯を喋っている中で、決して僕は被害者だと言いたくて今日会見開いたんじゃなくて、僕には僕の本当に、大きな過ちがあります。それはもう本当に浅い知識で、それをいかにも知ってるかのような顔して、詳しいかのような顔をして仲間に興味を持たせ、で、自分が一人でやればいいところをみんなで一緒にやって儲けようやみたいな大きなお世話をしてしまった、これが大きな過ちであり、大きな皆さんに迷惑をかけたっていう、この反省はもう本当に、深く深く今も、しております。これからももう本当本当に同じようなことは繰り返すつもりはもう当然ないですし、この先ずっと皆さんに、その謝罪の気持ちっていうのは、ずっと続けていく、伝えていくつもりです。はい、非常にあのすいません、簡略化してお伝えしていることになっていますので、この後皆さんからの質問に本当に、可能な限り、全て正直にお答えさせていただきますので、今から質問の時間に、移らせてください。よろしくお願いします。はい、それでは質疑応答の時間に移らせていただきます。本日会場の時間の都合ございまして、皆さんにご質問していただけない可能性もございますので、そちらの方だけご了承ください。あとですね、今回一連の騒動には利害関係人が多数いておりますので、個別の案件について同じ芸能界の方もいらっしゃいます。また合意書などを結んでおり、守秘義務を締結していることから、お話しできないこともございますので、こちらの方もご了承いただければと思います。はい、そして質問のある方は大変恐縮でございますけれども、社名もしくは番組名、お名前をお伝えいただいた上でご質問をお願いします。よろしくお願いします。それでは、挙手していただきましたら、スタッフの方がマイク届けに参りますので、ご質問のある方が、あ、マイクなしですか。はい、わかりました。それではご質問の方、挙手でお願いします。はい、それではすいません、ミヤネ屋の長谷川と申します。よろしくお願いします。そうしますと、今現在その木本さんの借金っていくらあるのか、そして再興時にはいくら借金があったのかっていうのを教えていただけますか。あ、まず1億7000万のうち、6000万が返ってきたので1億1000万というのが宙に浮きました。で、約、不動産の方は5億、約5億、あり、そのうちの1億6000万が返ってきていたので、3億4000万が宙に浮きましたということで、約4億をどうしようと思って、最初は搬送し、あの焦っていました。はい、で、現在は、いろんな協力を得て、約、3分の1、程度に、収まっています。あの、まあ、そのご自身のいろんなものを処分したというお話があったんですけれども、はい、もしあの教えていただけるんでしたら、具体的にどのようなものをどのような形で処分されたんでしょうか。もう、腕時計から車から、あと僕は、まあ、
まあ賃貸に住んでいるので持ち家とかっていうのがこう売れる状況ではなかったので、本当にまあ洋服であったりとか、家財であったりとか、これがお金になるっていうものはほとんど小物含めてお金に変えました、はい、先ほどあの一部の方が、まあ、結果自己責任だからもうこれ以上はいいよっていうお話があったんですけども、はい、全員ではないということですね。そうですね、全員ではないんですけども、ものすごく伝えづらいんですけど、はっきりと、もうこれでいいよって言ってくださった方と、で、中にはその、今すぐにここまで返済は進んだので、この先っていうのはとにかく、まずはその B からの返済を待ちましょうよって言って今一緒に待ってくださってるっていう状況が全てですかね。それで例えば今どうなりました、いつ返してくれるんですかっていうような連絡で今僕が、どうしようっていう状況ではないです。でもこの夏から、まあ、騒動が発覚しましてから、まあ、今日までっていう間どんな思いで日々過ごしてらっしゃいましたか？もうとにかく一番は反省と後悔っていうのに、苛まれていました。もうそれがもう基本的には今現在もそうですけど、ずっと申し訳ないっていう気持ちがもう土台にあって、でその上で、まあ、状況が前進することによって少しだけホッとする部分が出てきたりとか、少しだけ食欲が戻ってきたりとか、人とお話会話するのもちょっと自分の中で正直いつも通りにはなかなかいかないっていう状況までなってたので、それがしっかりと相手の目を見て喋るようになってきたりとかっていう風に、あ、少しずつちょっと精神的に大丈夫にはなってきたかなっていうようなことを毎日確認してはよしって思いながらっていうような状況でした。とにかくどっだけ時間かかっても前まで普通にあったいわゆる普通の当たり前の日々っていうのを取り戻したいっていう反省のもとにそういう気持ちでした。なんて、あ、まあいろんなことは言ってくれましたけども、とにかく騒動が発覚した時にそれまでとにかく隠してきてたので、奥様にも隠してやってきた、あ、いえ、家族には、あ、はい、連絡がつかなくなったっていう時点の時に全て、まあ、家族には説明しまして、そこから一緒に協力はしてくれてたんですけども、とにかく騒動が発覚したことに対してはまあこれで隠してるという大きな一つの、枷というか、言葉間違ってたらすいません、隠し事をしているというこの大きな事柄が大っぴらげになったことで、よかったやんって言って、あとはもうなんとかやっていくしかないんやからっていうふうな、なんか励ましはいただきました。A 氏と B 氏に対して、まあ、本当にこの騒動が出て事務所を辞めて仕事を辞めてっていう木本さん自身、まあ、被害者ずらしたくないとおっしゃってますけれども、はい、まあ、でも実際そうではないですか、日々の生活を奪われたわけですけれども、そういうことに対してどんな思いがあるんでしょうか？もうそれはもう本当に、まあ、たまらない気持ちでしたけど、でも何と考えても結局身から出たらサビだなと思って、今現在もう最初は本当にもう申し訳ございません、誤解招きますが、恨みとかそういうような感情が芽生えましたけど、いや違うと思って、もうそれも全部もう自分が招いたことなんだっていうところに今はもう心の底から思ってるので、もちろんそういう何してくれてんねんっていう気持ちはこの先も消えないとは思うんですけど、そこよりもなんかもう全部自分を責めてしまいます、はい、
見通してどのぐらい経つんですか。見通しとして、はい、この全部が解決するまでには。そうですね、今のところまあイメージ抽象的な表現になってしまって本当申し訳ないんですけど、まあ早くて夏までにっていうふうに今期待して待ってます。はい。ただこれはその B 氏から毎月きちんと連絡は来てます。でその上で返済計画っていうのをしっかり伝えられてます。で反省のことも何度も何度も伝えられていまして、確かに、連絡がつかなかった、ついてたりつかなかったっていう時期も正直何度も繰り返してて、だからまた同じようなこと、じゃないのかっていう声ももちろんあるんですけど、で今回に限ってはまあ本人がそこも全部認めた上で今回は、まあ違うんですっていうところをまあいろんな方法であの本人が意思を伝えてきてまして、なのでまあ他のメンバーと相談したところ、じゃあこれ待ってみるべきかもなっていうふうには慣れてるんで、それを待つんですけども、もちろんもうこれが最後の待つという姿勢にするつもりで、もしこれが約束が果たされなかった場合にはもう今回こそ本当に刑事告訴、法的手段取るつもりなの で、でもちろん、その時はすぐに行動に起こしたいので、念のために準備の方も今始めています。返済は始まってるんですか。返済は、今すぐは始まってないんですけど、ちょっと指定された時期があって、その時期からスタートするって言われてるので、はい。そもそも詐欺ではなかった。僕の口からはっきりと言ってしまうことがいいことなのかどうなのかわからないんですけど、僕は詐欺、にあったっていうふうな認識だったので、ただそれをもっともう少しちゃんと深く弁護士の先生と、詐欺と言ってしまっていいのかどうかっていう、でもまあ詐欺という方向で、被害にあったんだっていうことはしっかりと主張していこうよっていう、まあ、話し合いはしてるんですけど、なので、刑事告訴、する際には、その気持ちで手続きを踏みたいと思います。ただ今そのまだ刑事告訴はしてないわけですね、はい、一応その返済計画を待つのは待つという形になるということですか。はい、はい、それから木本さんがですねアルバイトをしてらっしゃったっていうような報道もあったんですけれども、はい、実際にすることもあったんでしょうか。アルバイトしてました。はい、生活をとにかくまずしていくっていうのも一つ大きな問題だったので、はい、どのようなごめんなさい、あ、よろしければ。はい、もう全て知人のやられてる会社であったりとか、そこで力を貸していただいたんですけど、例えば建物のメンテナンスであったりとか、あと、まあ、もともと映像の編集が趣味だったので、映像の編集のお手伝いをさせてもらって、それで、アルバイト代を受け取ったりとかっていう形で、まあ、あといくつか細々すべてここはどうしてもちょっと世間様にその顔がバレないような働き口っていうのを紹介してもらってやってました。はい、リポーターの島田です。お願いします。この今3分の1ぐらいになった返済のことに関してですけれども、はい、これ4億5000万円あったものが今1億5000万円くらいになっているっていうことでよろしいですか。まあ、大体 そのあたりです。はい、でこれは A、B 内訳というのはどんな感じになってるんでしょう。すいませんそこなんですけど、本当に申し訳ないんですけど、和解合意を巻いた A の方ともちょっとそういう内容の中で詳細はお互いもう発言しないっていうような口止めっていうのは強く弁護士の方からされてるので、はい、すいませんそこは。これは返済は木本さんが代表して返済してもらうということですか。はい、そうです。はい、で皆さんとはその他の被害に遭った皆さんと、木本さんはどういう形になってるんでしょう。何か契約を交わしたみたいなお話もありましたけど。あ、そうですそうです、本当に、最初に
連絡がつかなくなってどうしようもないっていう時に僕がもうとにかく、状況を少しでも、落ち着かせたいという気持ちがあったので自ら進んで、決して望まれてはない先方から詰められたりとかそういうことは一切なかったんですけど今の今までもう本当にそれは感謝してるんですけど自分の口から外部に漏れないようにっていう思いでとにかくもし帰ってこなかった場合は私が責任取りますんでどうか表に出さないでくださいっていうような書面は書きました、はい、そういう形だったんです木本さんが借りたみたいな形にしたわけではなくはいあ何かあったら自分が返すのでっていうふうにはい書きました、はい、木本さんが借用書を相手に書いて渡したってことじゃないってことですねはいでもそのやり取りが、まあ、覚書という形なので、ね、その相手先の人がその借用書だっていうふうに言われてしまった借用書になるのかもしれないですけどとにかくその約束ごとをまとめて書面で巻きました、はい、本当に毎日辛い日々を過ごしてらっしゃったということですけれどもそんな中で例えばその芸人のお仲間だったり、はいまあ、いろんな言葉をかけてもらって嬉しかったこととかってありますかそうですね本当に、まあ、こんな僕でもたくさん の先輩や仲間や後輩の皆さんから連絡いただいて励ましていただいたのが何よりの支えだったんですが本当にいろんなことを言っていただいて誰かお一人をっていうとすごくじゃあどなたの人を言ってもこの人はとかって思っちゃうんで難しいんですけどもでもやっぱり一番近くお世話になってきた先輩で言うとやっぱり鶴瓶師匠にはすごく最初に、強く注意を受けましたし、注意を受けた後師匠はすごく励ましてくれ本当に日々の、まあ、飲食というか食料もずっと送ってくださり支えていただきましたねあとはでもなんかもう一つ僕の中でエネルギー活力にさせてもらえたのは他にもいらっしゃるんですけど例えばサンドイッチマンのお二人は伊達ちゃんが頑張ってくださいっていうようなメールをくれたらきっとその横にいたと思うんですけどすぐ富澤君の方からいつ逮捕されるんですかとかそういうちょっとこう突っ込ませようとするメールを送ってきてその度に今ちょっともううまく返されへんわみたいな返し方してたら突っ込むまで一日中メールでボケてきてくれてもういい加減せーみたいな感じでやっと突っ込んだら頑張ってくださいねって終わったりしてなんかそういう芸人の仲間が他にもすごく多かったですでもそれが本当になんかなんて言うんでしょうか僕には芸人として待ってるでっていうように聞こえてすっごく支えになりました、はい、相方はいかがですかはい本当に相方もまあねちょっとこういろいろ騒動があってでそれに関して僕が松竹芸能という事務所に待ってるという体制でやってきていつか必ず相方を事務所に戻すぞっていう気持ちで頑張ってって正直相方にはこうしろよああしようぜって偉そうに励ましてきましたでそれが僕がこうなってしまった時に本当に情けない気持ちできっともものすごく憤ってるやろなと思ってたんですけど、まあ、もちろん真っ先に連絡をくれて最初の一言が俺に何ができるっていう形で
支えていくねっていう言葉を強く僕に伝えてくれたので、それも本当にもうそれこそ一番の支えかもしれません、はい。今後具体的にどうやっていこうというかいういろんなプランはあるんでしょうか、その今日の会見をもって。プランっていうほどおこがましいところまで計画は立てれてないんですが、とにかく先が見えてないので、でもやれることってまずは、まあ、2人揃って相方と舞台でライブからネタを作ってやっていくっていうところがもう結局全てで、今できることはそこしかないので、そこから頑張っていこうということで、まあ正直少し前からもうネタ作りっていうのもまだこうだっていうのはまた一から始めてます。はい。具体的には決まってないんですか、復帰の、まあ、ライブだったりとか、はい、やることっていうのは。まず一番最初にコントライブっていうのをやりたかったのですが、まあそういうネタをできる劇場を、確保するにはまあやりたいからって言ってすぐできて空いてるような劇場ってなかなかないので、数ヶ月先になっちゃうので、まずでもそれでも板の上でとにかく2人で揃って喋りたいっていうのがあったので、トークライブを大阪の方で2月にさせていただくつもりです。お客様を入れてですよね。はい、はい、ニコニコ動画の七尾と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。質問2つあります、はい。1問目はですね、まあ、お仲間というか、まあ、例えば FS 関連だと10人、はい、土地だと4人関連してたんです、はいはい。でそのうちの中で、まあ、これ返済はいいよと言われた方もいらしたということなんですが、はい、この返済はいいよというのはこれ土地ではなくて FX の関連でそう言われたですかね。返済言われた方というのは何人ぐらいいらっしゃる。具体的な人数はちょっと差し控えさせてください。そう言ってくださった方はその不動産投資の方でお金を出してた方です。 FX ではなくてうちなんですね。はい、はい、分かりました。あと2つ目はですね、今回その例えばこの FX とか土地投資ですね、最近これ誰でも巻き込まれる可能性というのはこれゼロではないと思うんですね、はい。今回学びがあったとすればそれはどういう学びだったんでしょうか。すごく簡単なことなんですけど、当たり前のことなんですけど、その当たり前に、僕は正直、気づいてなかったんではなくて、きっと目を向けてこようとしなかったですが、いわゆるおいしい話なんてこの世にないっていうのは本当にそうだと今思ってます。というのもお金を預けて1ヶ月で 50% ぐらいつくかもしれないっていう話に僕は乗っかったわけです、不動産で。で、下手したら倍になるかもしれない、それぐらい特別な土地なんでっていうふうなことに乗っかりました。でそんな特別なことなんてこの世の中には絶対ないと、こういうことが発覚してからじゃなくてこういうことに陥ってからいろんな方に相談してきた中で散々同じようなアドバイスをいただきまして、本当に今はそれから自分でもいろいろ調べたりして、投資っていうことがまるで僕のこの責任で、悪いことのような怖いことのようなことを、まあ、この報道を見た方には印象づけてしまったっていう責任もすごく感じています。でもきちんと勉強して常識的な感覚でやっていたら、決して、危ないものではなく、むしろそういうことは一つ生活の中で、必要な、部分になっていく時代に入ってきているはずなのに、そこをなんか怪我してしまったっていうことには責任を感じてます。とにかくうまい話はないっていうのは散々聞いてきたのに、自分には特別にそんな話やってきたんやって思ってしまったことが一番の反省ですかね、ここも。はい、ありがとうございます。はい、それではこちらの方。
すみません、いつもお世話になってます。アベマの辻と申します。お世話になってます。お世話になってます。2点お伺いしたいんですけれども、はい、まず1点目なんですけども、その先ほどおっしゃられてたように、そのお金を増やすとかっていうのは、まあ、決して悪いことではないと思うんですけれども、はい、その例えば FX とかっていうのは、その資格を持った人がやらないといけないとか、まあ、そういったものがないところにお金を預けてしまったっていうのが今回問題だと思うんですけど、はい、木本さんがその事前にお調べになった中で、そういうのってちょっと怪しいぞとか、許認可制なんだぞっていうのは知らずにお金を預けてしまったのか、それともどういったところでその違法性の意識じゃないですけど、はい、いかがですか。まず知識の甘さでそこを、細かく、調べよう、注意しようっていう意識はなかったんだと思います。で、トレードの先生でトレーダーだっていうふうに紹介されたんで、もうそういう資格を持ってる人なんだでどこかで思い込んでたっていうのはあります。はい、もう一点なんですけれども、まあ、芸人さんの、まあ、お仲間とかも含めたお話になってきてるのかな今回はと思うんですけれども、はい、まあ、今回こうやって明るみに出ましたけれども、例えばお笑い芸人さんの間で、まあ、同じようなこう怪しげな話とか、まあ、その、まあ、無許可でこういうことをやってる、お金を預けるとか、そういうのって結構こうはびこってるものなんですか、それともこれは結構特殊なケースなんですか、いかがですか。特殊なケースだと思います。本来お笑い芸人、そこもすごく僕情けない気持ちになった一つなんですけど、確かに例えば仮想通貨、このコインを買った、じゃあこうなったとかっていう話題にする、仲間とか、知人の お笑いタレントっていっぱいいます。いっぱいいっぱいというか、まあ、それなりにいますけども、それだけで楽しんでるんです。みんな本当に常識の範囲で楽しんでるんですね。で、僕はその常識の範囲を突き破ってしまったというか、一歩外に出たところでなんか、うん、こういう、こともあるんだよっていうダメなエリアに僕は足を踏み入れてしまったと思うんですね。でもほとんどのみんなはそういうところに目を向けずにきちんと仕事をしてるんです。僕も仕事をしてたつもりだったんです。でも結果的に僕はおろそかにしてました。それがすごくこれから今まで付き合いさせてもらってきた仲間に会うときに恥ずかしい部分の一つですね。はい、ありがとうございます。端っこの方はじゃあ読売新聞の木口と申します。ありがとうございます。確認なんですけれども、返済が滞らない限りは刑事告訴は現時点ではしないつもりという認識で、返済がある限りは、はい。当初、返済計画が出される前とかっていうのは警察の方には相談っていうのはされてたんでしょうか。まだ、相談はしてなかったんです。本来はするべきだという意見があるのも分かっています。ただこれも僕一人じゃなくてみんなで相談した結果なんですけども、まあ無知な人間の会話ですからバカでしかないんですけど、お金を取り戻した一心だったので、もし被害届出してそっちの方で手続きとか、なんか罪を明るみに出すことに必死になるっていうことに時間を割くよりも、とにかくお金を戻さないとっていうこと、お金を戻すことが一番大事やなっていうような意識になってたんですね。で、それでもしもうどうにもならんかったらそうしようっていうような順番にはしてました。現時点だと、弁護士さんと、書類とか作って、いつでも刑事告訴できるようにこう準備はしている。はい、お任せしてやっています。はい、ありがとうございます。はい、こちらの方、フジテレビの大村と申します。ありがとうございます。基本的なことなんですけれど、はい、当初の投資金額の6億数千万、このうち木本さんの持ち出し分というのはおいくらぐらいですか。投資しようと思って出したお金ですか。はい、はい、それは、トータルで2000万ほどです。木本さんは2000万だけで、はい、じゃああとの残り6億円ぐらいのお金というのは、はい、そうですね。で、それをお伝えするの方法が難しいんですけど、まあ
この方とこの方とという、まあ、その何人かの方が、さらにまとめてドンとこう大きい額を出されている方がいたので、総額がこういう形になってしまっているという側面もあります。木本さんの実害というのは、まあ、当初2000万だったわけで、はい、今その実害部分というのはどうなんですか？ああ、それはもっともっとあるんですけど、で協力していただいた分に、返済していきますって言うんですけど、まあその方はあのそんなも今じゃなくても全然もっともっと先でいいからっていうような感じなんで、ただそういう方々から一応やっぱりお借りするときにご遺書も巻いてるので、ちょっと口外できないことにはなってて申し訳ありません。このお金が例えばその木本さんいろんなものを売ったらしい、売ったという話をされましたけど、はい、実際その事業などやってらっしゃって、そのあたりその事業を引っ込めたりとか、そういう部分では何かあったんですかね、ご自身のビジネスを引っ込める。あー、そういうのは例えば僕その友人と映像制作の会社をもともと作っていたんですけど、でそれはちょっと友人に頑張ってほしいから一緒に作ろうっていうところから始めて、もう今はほとんど僕関わりはなかったんですが、ただそういうところでもう綺麗にもう僕は今後も関わらないようにするねって取り決めたりとか、そういうことはしました。はい、先ほどね、詐欺だという認識だとおっしゃったんですけれど、はい、A さん B さんともに投資に失敗したのか、それとも預かったお金を投資しなかったのか、どちらだろう。A の方に関しては、最初きちんとトレードをしていたと、で、一度大きな損失を被ってから少し怖くなってしまい、その後自転車操業的にお金をこう回してしまいましたっていう告白は受けてます。はい、で B の方は、これはもうさらに、本当に調査しないと、明言はできないんですけど、実際に、実態のなかった話じゃないかというふうには、耳には入っています。一応本人からの説明の中にも、はっきりと言わないですけど、そういうふうなニュアンスで連絡はありました。じゃあ5億円を超える金額を投資実態なくで、催促に対して返金が、1億6000万円、はい、じゃあそのお金ってどこ行っちゃったんですか、その残りの差額ですか。はい、それを本当に今いろいろ調べてもらっているところというか、まあ本当にこれは同じ B に、被害を受けている人たちの中で情報共有っていうのが今されてまして、はい、でその人たちからまあいろんな情報が入れば教えてもらったり伝えたりとかっていう状況なので、本当にまだことの真相は分からないです。ただそこは投資の実態がどうもないらしいということですね。はい、はい、はい、じゃあすいません、そのすごい会長っていうのは実在したんですか。いや、結果的に今の僕は実在してなかったんだというふうに、思っています。それはそういうふうな、いろんな調べた方の、まあ、調査結果って言ったら大げさなんですけど、はい、そういうのでいなかったと思うよっていう、はい、はい、あ、はい、そちらの方。フジテレビの渡辺です。今日の会見に向けて相方の木下さんとはどのようなことを話し合われましたか。とにかく相方からしたら、まあ、相方が一番言ったのはやっと自分の口で説明できる、こういう会見ができてよかったなっていう、まだあとはもう頑張るしかないし、というのも騒動時から相方はもう一番最初に早く会見開いた方がいいっていうふうに言ってくれてたので、でもそうしたいんやけど今こういう状況やねんっていうのを繰り返してきての今日なので、まあ相方は良かったなっていうふうに言ってくれてます。もう一つ今後の活動について、改めて今後の活動への思いを教えてください。はい、今後の活動について今できることはもう2人が揃ったらできること、まあ、それはネタであり、
わからないです。何か SNS のメディアを使ってなのかもしれないですけど、そういう自分たち2人が揃えばできることっていうのは何でもやっていくつもりなんですけど、その先に僕たちはあくまでも、呼んでいただく身、使っていただく身なので、こんな状況の中で声をかけてくださる方っているのかいないのかっていう、まあ難しいことだと思ってます。はい。だから、もし、ありがたくお声掛けがあった時にはどんなお仕事でも全力で頑張らせてほしいという気持ちですね。で他になんかもう計画とかそういうのはもう全くちょっと立て方がわからないです。はい、ありがとうございます。TKO さんっていうともうやっぱりネタだと思うんですけど、コントだと思うんですけど、はい、例えばまた、まあ、ベテランになってらっしゃいますが賞レースに参加するとかそんなことは考えてらっしゃいます？いやもちろんできることには全てチャレンジしたいので、自分たちがチャレンジできる賞レースがあって、そこにチャレンジできるネタが、できればというか、もちろん そこをそういうネタを作るために頑張るんですけど、なのでそうなりたいです。チャレンジしたいです。はい。芸人を辞めようとかそこまで思ったってことはありましたか？芸人をですか？一番最初は、真っ先に辞めたいと思いました。でもそれは自分が一番、ダメな状態の精神、自分の精神状態が一番ダメな時にポッて頭に浮かんだそれがやめたいだったんで、きっとそれは逃げたいっていうことだと思ったんですね。だから今のこの気持ちの時に決めることは全部排除しようと思って、なんかそういう気持ちを排除することが結構大変だったんですけど、はい、だから今は、続けたいしかないです。その続けたいという気持ちに対しての、ご批判がきっとたくさんあるんだろうなっていうふうにも思います。でも僕の人生なので続けたいんで続けます。続けるためにはこうしていきますんでっていうのを発信していくしかないと思ってます。はい。もう一つすみません、投資でまあ失敗をされましたけれども、はい、逆にそれを逆手にとってもう木本さんが勉強をされてサイドビジネスにするとかネタにするとかっていうのも考えられると思うんですが、それはいかがでしょう？いやもう投資は僕はもう二度といいですもう本当に投資という言葉を自分の口から発するのをもう今日で最後にしたいぐらいの気持ちなんで、でもこういう言い方すると投資がダメみたいになっちゃうので、そこは本当に気をつけて発信していただきたいんですけど、きちんと、投資の勉強されて投資される方に対して僕は今ちょっと失礼な発言しましたけど、僕みたいな人間が投資に手を出すことはもう二度と、はい、やってはならないと自分で思ってます。はい、はい、アベマニュースの富山です。今こうやって会見でお話を聞いてると、とても自分の言葉を選んでとても頭が良くて本当にお仕事ができる方なんだなというのは持ち上げるわけではないんですけれども正直思いました。でその方がまあ、仕事よりもその投資にのめり込んでいったっていうのはやっぱり何がそうさせたのか、不安なのか焦りなのか、もしくはその FX をした時に出ないんです、コインだから投資通貨の時に仮想通貨の時に上がっていく時にわーっていう表現をされたその万能感なのか何だったのかっていうのは分からず教えていただければなと思います。一番最初は初めて経験したそのいわゆる値段が高騰していくっていう中で資産が増えるっていうのを目の当たりにした時の高揚感っていうのにきっとのめり込んだだと思います。でそれはでものめり込んだと言いつつも本当に趣味の範囲で自分の中で、そこに使っていいお金って決まった範囲でしかやってなかったんですけど、でそこでいろんな知識が入っていく中でなんかまあいろんな本を読んだりするときに投資家の人の本を読んだりとかいろんな例を見ているとその成功例ばっかり見てしまうわけじゃないですか。でその中でそっかやっぱり自分の仕事って
やっぱり常に水物でその不安とは戦ってましたし、で年齢的にもいよいよその50代が近づいてきたっていう時期に入った時に、正直仕事に対してこれから先大丈夫かっていう不安がありました。でそういう意味で収入の僕がよく口にしていたのが、家庭内で口にしていたのが、収入の柱をもう一つなんとか作らないとこの先怖いよなっていうようなことを、まあ、よく一人で言ってたんですけど、その柱をなんか高揚感で、それってギャンブルと一緒なのになんか合わせてしまって、なんとかお金を増やして、でいつまでもこのお笑いっていう仕事を続けれるようにしたいなって思い始めてました。でその先に、まあ、コロナ禍に入ってしまい、よりまたちょっと不安が大きくなってしまい、でさらに躍起になってしまったっていうのが正直なとこです。ありがとうございます。はい、すみません、お時間の方が、ちょっともうございませんので、はい、あと数名かで。あ、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、今流れてる投資の話ですけれども、今、はい、なかなかあの物価も高くなって、皆さんが収入がないです。国は積極的に投資をしていけみたいな報告を示されてるじゃないですか。はい、で、別に個人で投資をしようとか、はい、そういう気持ちが逆に投資でこうしてやっぱり失敗された中、こういう国がこういう動きになっているものはどう思っているのかということが1点、はい、もう1点はですね、先ほど自らが主体としてやったことではないんだと、はい、ある意味被害を受けた側面もあるんだと、その中からいろいろやっぱりどうしてもその、まあ、主体じゃないかって行動を持ったと思います、はい、で中にはその今回の一連の騒動の中でね、死者が出たなどという行動も一部出たかと思います、はい、そういう一連の騒動に関してはどう思われているんでしょうか、2点は。はい、まず、昨年、に、そういう記事が出て、僕も当時びっくりしたんですけども、もちろんというか記事が出てびっくりしたんですけど、僕はその該当される方、と直接知り合いではなく会ったこともないんですね。でただちょっと僕と関連のある人が亡くなったみたいな感じの記事だったんで、すごく焦りを覚えたのは正直なとこなんですけど、いろいろそこからいろんな人に話を聞くと、その B 氏の上司というか先輩でなんかいろんなトラブルを抱えてらっしゃったっていうような話は聞いたんですけど、まあ一言で言うと僕は知り合いではなく、ただね、亡くなられたっていう話なので、あまり僕の口から、適当なことは言えないんで、本当にそこに関しては大変な目に遭われたんだなっていうふうには胸を痛めてます。はい、まあ、そういうことを含めてね、いろんな報道が出てきたことに関してはどう思いますか。その自分が主体みたいに言っられ続けたことに関しては、はい、すごくやっぱり当然なんですけど、ちょっとこういう初めての経験をする中で気の持ちようっていうのがどうしても自分の中でこうどうしたらいいかわからない日々の中で、それはちょっと違うんですよと、でもちょっと待ってください、そんなことはもう全くないんですよっていう記事が出た時でも、僕はこうやって記者会見開けてなかったので発信するところがなかったんですね。で逆に雲隠れしてるとか、逃げてるっていう風な言われ方することも辛かったですし、だからすごく複雑な騒動を起こしてしまったんだなっていう一言に尽きるんですけど、説明したくてもできないっていう状況に、すごく苦しんでました。はい、国の政策に関しては本当にそこをが僕一番言いたいとこだったんですけど、この日本という国がそういうふうな、まあそういうふうに打ち出されてたり、そういう政策っていう中でいろんな、ことが、始まってたり、そして、この国の皆さんがそういう投資のことをこれから学んでいかないとダメだっていう状況で、僕もそれに関してはすごくなんか
そういう国になっていくんだ、そういう意識がみんなの中できちんと育っていった、いくんだ、僕もちゃんと育てていかないとなってずっと思ってきた人間だっただけに、なんかそこの常識の枠を超えてしまって、常識外の投資で、僕が一言言いたいのは、僕が、踏み込んでしまったのはきっと投資ではなくてもう投機なんですよね。もうこれも僕のやろうとしたことはもう結果ギャンブルやんと言われても仕方ないことを、してしまいました。だからそれと今投資いろんな形でやってるきちんとした形っていうのは全然別物だっていうことを僕今後の自分の活動の中で一つきちんとそれを伝えていくことが、どんな場所でも魅力ですが一つの責任かなと思ってます。そこに関しては勉強していくつもりです。じゃあ今後でそういうことをご自分で失敗したことを例えば講演ですとかもしそういう場があるんであれば伝えていくって活動をしていくってことはあり得るんでしょうか。そういうことをさせてもらえる、ことがもしあれば本当に僕そういう活動をまずはしていきたいって願ってます。そのために今本当に勉強を始めてます。はい、ありがとうございます。はい、それではこれで最後にさせていただきます。すいません、真ん中の方。あ、エンカウントの柳田と申します。ありがとうございます。今後のことなんですけど、はい、マネジメントなんですが、はい、木下さんと一緒に、はい、事務所を立ち上げるとか、はい、もしくは松竹にいずれ戻りたいとかそういう思いはどうでしょう。まずは2人でやっていきます。はい、で松竹芸能に関しては僕は本当に、こんな場所で松竹芸能さんの言葉を口に出すのも本当に申し訳ないんですけど、まあ変な言い方ですけど僕松竹芸能が本当に大好きで本当にお世話になりましたし本当にいい時も悪い時も見捨てずに寄り添ってきてくれた温かい事務所なんです。で、そんな事務所に迷惑をかけてしまって今回こうやって退所してしまう事態になったこと自体がこれまた本当にもう苦しいことなんですけど、で少し事態がこの先本格的に、まあ、全て片付きました、もしくは今少し一段落しました、なのでまた一から頑張っていきますので松竹芸能さん戻してくださいって言ったら一旦きっと話を聞いてくれるような事務所なんですよ。それは僕すごく想像つくんですね。いや、まあ僕が言うことですから何を言うとんねんっていうこともあるかもしれないですけど、でもそういう事務所なんです。だからこそ今こんな手ぶらで少し仕事再開するからって言って松竹芸能に戻させてくださいっていうのは口が裂けても言えないです。もうそれは今は迷惑でしかないので、ですのでいつの日かそんな日が来たら最高だなっていう気持ちを持ってとにかく目の前のことを一つ一つやっていくつもりです。はい、ありがとうございました。皆さんまだまだ質問ございますでしょうけれども、こちらの方ご案内したメールの方にまたご質問をお送りいただければ、お返しさせていただきますので、そちらの方にご連絡いただければと思います。よろしくお願いします。本当にすみません、すべてお答えできていないと思いますが、きちんとというのも今日言っても大丈夫ですか、ホームページのことは。あ、そうです。じゃあちょっと、今日ですね、はい、まあ、木本さんがこういう騒動を起こされて、はい、僕も謝りたいということで木下さんの方も、はいはい、ちょっと今日会場に来ていらっしゃいますので、はい、こんにちは、もう一人の問題児の方です。すいません。本当に今日は TKO のことでこんなたくさん集まっていただきましてありがとうございます。そして、木本が今回お騒がせしました。そして僕は3年前にお騒がせしました。こんな形で、2人並んでおります。本当情けない話ですけども改めて、すいませんでした。先ほど木本からいろいろ説明あったと思いますけども、
ようやく真実、木本の口から話せることを先ほど隣でずっと聞いてまして、本当に良かったなと木本も僕も嬉しく思っております。これからようやく TKO として、不祥事コンビでございますが、フリーで自由に、前に進めるということで、まあ、僕たちが大好きな僕たちの芯であるまずはコントという形で前に進めるなってことは嬉しく思っております。これから2人でゆっくり話して次何しようあれしようというのを間違いない選択を選んでいって、頑張っていきたいと思いますので、皆様応援のほどよろしくお願いします。お願いします。今日は僕がね何を言っても誰が何を言うとんねんちょい話になってきますから、ダブルトラブル会見ということで短い間ですけどよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ、今後の活動について、木本の方から少し説明の方をさせてもらってよろしいでしょうか。はい、とにかくその、まあ、今実際、いつも現場で、例えば管理してもらうマネージャーというかそういう立ち位置の人っていうのはいないのが現状でございます。なので今マネージャー専属で頑張ってもらえるマネージャーさんを今必死で探しているところです。だから今後どういう方にマネージメントしてもらうかってそこまでちょっと報告お伝えできないんですけども、でもまずは僕たちもやっぱり仕事していかないとダメなので、でこの仕事を2人でもう1回やっていくっていう風にやりたいでやっていくしかないっていう気持ちでホームページを、今日、お昼に、何時からですかね、12時半、はい、12時半にホームページの方をアップさせていただいて、そちらの方でお仕事を、いただけるなら受けさせていただきたいと思います。はい、それが今僕たちの活動の第一歩の今お知らせできることです。はい、それは TKO で検索すれば出る、出てきます。はい、で出てきますかね。まだ公開してないのでわからない。あ、今現在はですねはい、はい、お願いします。はい、お願いします。 TKO オフィシャルサイトで検索していただきたいと思います。はい、そういうタイトルにさせていただきました。オフィシャルサイト、はい、はい、それではいくつかだけご質問ございましたらお答えさせていただきます。はい、お願いします。木下さんのちょっと目がうるうるしているように見えるんですけど、はい、その涙の理由というのは、いや、この日を本当に待ってたのでようやくこう前に進める日だなっていうちょっと感慨深いのはあります。はい、芝居ではなく芝居ではない、全くそんなとそんな器用ではないのでいや、でも実際のところ2人で話してる時にまあすぐ僕の思いをプワーって説明させて、時にはちょっと乱雑な言い方でこうしたいねんとか今これできひんねんとか何度も2人で打ち合わせしてる中であったんです。僕が感情を荒げるところね、そこでも本当に全て木本にしか分からへん感情やから全部聞くっていう姿勢で聞いて、で僕が熱弁震えば震うほどちょっとこういうふうに目を潤ましてちょっと涙流してくれて、きっと僕それほど何も気を使わず相方に感情をぶつけてたんだなっていう感謝の気持ちとなんか申し訳ない気持ちがあります。なんかだからちょっと最近よく見る顔ですはい、公にはこのツーショットはこうやって私たちが目にするのは久しぶりですよね。はい、3年ぶりに2人でこうやって揃ってこういう場に立てたんですけど、まあまさか僕は相方をなんとか松竹芸能に戻ってきてもらって、またコンビとして頑張っていきたいというつもりでこうやってきたのに、まさかこういう形で2人が揃うっていうことになるとは思いませんでしたけども、とにかく2人揃うことはできました。はい、木下さん、はい、木本さんから投資のお誘いはなかったんですか？なんでないの逆にいやいや、なんでなんですかね。僕にはなかったですね。いい化粧水は勧められたことあったんですけどなんでそんなことを、なんでなんかな逆にとは思います。いはい、それは、はい、ついでに説明させていただくと
そういう話を普段からしてなかったので、まあね、確かに別にそういうのに興味がない人やったん でそういうのを興味持ってる仲間内でそういうことになってしまったんで、あの興味ない人にもあのちょっとこんなんあるけどやらへんかっていうようなことはそこだけは決めてたんで、はい、だから相方は特に興味なかったんで、興味あるのはもう化粧水の話だけやったんで、はい、そんな興味あるかな俺と、はい、いうことです。じゃあ今日これだけあのマスコミがいるので新たな旅立ちです。 TKO というコンビを売り込んでください。ありがとうございます。はい、とにかく、僕たちは今、崖っぷちです。というか崖から落ちてます。 でもお笑いっていう仕事に甘んじて、僕たちの気持ちとしてはお笑いだから、その落ちてしまった崖から、そのまず崖に登るところっていうことをしていかないとダメなんで、その上がっていく様、この50代に突入して本当に情けない姿になります。でもその情けない姿を見て、笑ってもらえる日が一日でも来るように、信頼を取り戻せるようにまっすぐ頑張っていきますので、どうかよろしくお願いします。はい、 TKO の意味は高行き木下、武宏、木本で王は大阪とか言ってたんですけども、これでとにかく苦労してるおっさんになりましたねその気持ちをこう胸に刻みながら、はい、一歩一歩前に進みたいと思います。はい、3年前は最後どういうシチュエーションで3年前の最後ですか。それがちょうど、僕の大阪の僕たちの地元の大東市っていう場所で、ライブをする日だったんです。最後に会う日がその日に地元でライブをして、はい、お母さんも来てたりして、はい、今日が最後やなって言ってライブをして別れたっていう、それが3年前でした。サンドウィッチマンも一緒に、はい、はい、そうですね。次2月の大阪が第1弾ということですよね。はい、その後はどこを回りたいとか全国に行きたいとか希望はありますか。あ、もうそれは、まあ、そんな話全然してないんですけど、僕本当に来てもらえるなら全国ライブで回りたいね。回りたいですね。はい、まあ、とにかく今日の日を主張してきたのでそこはまだ話せてないんですけど、はい、なんかその思いはいっぱいですね。あ、今なんかそれ同じ気持ちっていうのが聞けてちょっと安心したんですけど、それぐらいちょっとあっちこっちでライブをさせていただきたいなと。で、いろんな事務所のライブとかいろんな方が主催しているライブもあると思うので、そこにゲストで出してもらえるなら、一出演者として呼んでほしいっていう、依頼はこちらからどんどんしていこうかなと思ってます。お願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。木下さんは3年前に不祥事を起こした後に、はい、YouTube チャンネルを開設されて、はい、日本一 のバット数を稼いだわけなんですけど、はい、今後木本さんが YouTube チャンネルを開設する予定、もしくは、木本さんが木下さんのチャンネルに出演するといったことはございますでしょうか。今本当にまさしく出してって言ってます。本当に喋れる場所とか映れる場所があるんだったら本当どこでも行きたいので、本当にまず最初にバッドが記録更新されない俺ら出たらそう、だからそれももう本当に、その更新も世間の人に見てもらうっていうぐらいの気持ちで何とか出してもらったりとか、でまた自分が YouTube チャンネル開設する、今一つは開設してるんですけど、すでにただそれサウナに特化したやつなので、さすがに今サウナ行ってる場合ではないので、整ってる場合じゃない、整ってる場合じゃないので、なんかそういう形の活動できたらなっていう、それはどこのメディアがいいのかなとかって漠然といろんな方に今相談させてもらってます。はい、 TKO として新たなチャンネルはやりたいです。あ、いいっすね。はい、はいはい、ただその前にまずはライブから、ネタに関してはでも TKO でやるんだったら、その YouTube チャンネルでもネタ見てもらえるんだったら最高ですから、まずそこに至る前にやるべきことはまずライブだなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。結成
から30年以上経つと思うんですけれども、はい、改めてお笑いへの熱意、情熱を教えてください。一時期そういう情熱っていうのが完全に消えてしまいました。騒動発覚後で、もうどう考えても無理だと思いましたし、でも少しずつ事態がまあ前進して、気持ちにも少しずつ余裕生まれた時に、もう一度テレビっていうものを見始めたんです。テレビからも逃げてました、当初は。でテレビ見始めた時にすっかりとまた新しい世代の人たち、ショーレース見てても新しい人たちの笑いっていうのを見た時にすごく刺激受けて、やっぱりすごいなお笑いはと思って、だから今テレビで活躍している本当になんか後輩に当たるんですよ、ほとんどの人たち。もちろんそういう彼らに思いっきり刺激受けてます。だからそれがまたもう一回自分の中でモチベーションになって、及ばないかもしれないです、僕、今の僕に及ばないかもしれないですけど、なんかこの人たちともう一回同じ現場で仕事でしたいなって思うぐらい今楽しませてもらえてるんで、そういう意味でモチベーションとなって頑張ります。はい、はい、じゃあ最後、はい、はい、あ、すみません、アベマの辻と申します、お世話になってます、お二人にお伺いしたいんですけれども、まあこういった、まあ、騒動があってで、お金を実際失った方もいらっしゃって、でそれからの再出発というところで、お二人はこう世の中の皆さんにこれから受け入れてもらえるぞとか、そういったことっていうのはどういう、受け入れてもらえそうですか、どう思いますか。受け入れてもらえそうだとかっていうような方向では全く考えてなくて、で受け入れてもらうにはどうしようとかっていう発想もなくて、信頼を取り戻さないとダメなので、それが受け入れていただけたっていう結果になれば最高なんですけども、なんか受け入れてもらうとか滅相もないっていうぐらいの今気持ちなので、もう一回ちょっと見たろうかっていうぐらいの気持ちになれるように頑張ろうと思ってます。はい、僕も、3年前に、不祥事を起こしまして、それから皆さんのおかげでなんかちょっとずつこう自分を出せていけたというか、出してくれたと思うんですね。で木本も今日包み隠さず嘘なく、皆さんに伝えれてだと思うので、まあ、これをもう本当に一個一個今日から包み隠さず皆さんの前で話せていけるようになれば、そうですね、信頼を取り戻せるようになって、そしてコントという形で、僕らの芯であるコントという形で皆さんに笑っていただけるような日が早く来れるように頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。それでは、少しのお時間だけ写真を撮っていただくお時間を取らせていただこうと思います。すみません、スタッフの、方、机と椅子をちょっと一旦どけていただいて。ちょっと肩でも抱き合ってガッツポーズみたいな感じで、いや、ちょっとそういう感じでいきましょうね。あ、いいですいいです。それでこう、ちゃんとこうガッツポーズな感じで、はいはいはい。で、これで全部出さないでください。はい、ちょっとお互い顔見やすいです。はい、正面ください。こちらお揃いでお願いします。は
ありがとうございます。真ん中もお願いします。ありがとうございます。これマジガフないですか、こちらも今このポーズ大丈夫ですか。もう一回見合っていただいていいですか。あとあこっちまだ、はい、もうちょっとだよ。それで見合ってください。すいません。叩かれるんですか。ポーズ、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 50のおっさんです。じゃあ、すいません。こちらもお願いします。ポーズにね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。何これ。これは合ってるんですか。お願いします。ちょっと抑えた感じも。もうすぐに。はい、お願いします。ありがとうございます。ください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。それではこれをもちまして、本日の会見終了とさせていただきます。本日は皆様ご出席いただきありがとうございました。本当にありがとうございました。これから気を引き締めて気を改め一から頑張っていきますので、ぜひ皆さん少しでも結構なので応援お願いします。ありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、それでは TKO の2人はこちらで失礼させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。